よくは知らないけど、教育委員会とかに教育指導要項とかあるだろ。何歳ならこれくらいの運動能力がなければいけないみたいなさ。圭一さんが何を言ってるのか難しくてさっぱりです。先生の授業の進め方のルールみたいなものなの。はっはっはっは。都会の軟弱な連中にはそういうのは必要だろうけどさ、田舎育ちのうちらが身体能力で劣ると思う？僕たちは圭一が思ってるよりも運動神経はいいのです。ではそういうことで、俺はテレビの見過ぎで実に素敵に眠い。睡眠時間の補給をさせてもらうぜ。空腹絶頂の4次元目、今寝ずにいつ寝るよ。ちっちっち。まさかおとなしく眠らせてもらえると思ってる？その顔で言われたら、おとなしく寝る方が勇気がいりそうだ。さて、このまま井戸端会議でチャイムを待つなんて、熱き血潮のたぎった私たちには無理だよね。部活タイム、行ってみよっか。し、案の定来やがったな。今日のゲームは何だ？レナはそれより今日の罰ゲームは何かなの方が先だと思うな。レナは分かってるね。今日もとびっきりのを用意してるよ。ごめんなさいです。僕はちょっとやりたいことがありますです。一体何なんだ？リカちゃんは何か大会前とかで特訓をしてるのか？あれ？ケイちゃん家には回覧板とか行ってない？書いてなかった？今度の日曜に綿流しのお祭りがあるって。いや、
お祭りの話は前にミオンたちからも聞いたけどさ、確かリカちゃんお祭りの実行委員なんだよな。それと関係あるのか？リカちゃんは綿流しの巫女さんだから、奉納の演舞をすることになっててね、その練習なの。なるほどな。確か布団とかドテラの供養だって言ってたよな。あ、じゃああれか、演舞か何かで中に入ってる綿を取り出したりするのか。お、さすがはケイちゃん、察しがいいね。綿流しはね、名前の通り綿を流すんだよ。祭壇にもお布団を積み上げているし、綿流しはね、毎年6月の日曜日に神社でやるお祭りなの。とってもにぎわうんだよ。それにしてもご先祖様とか戦没者とか針とか包丁とかの供養ってのは聞いたことあるけど、布団の供養ってのは初耳だな。どんな言われがあるんだ？言われなんてほど難しいのはないと思うな。この辺って冬の寒さはかなり厳しいからね。布団とか斑点とかの防寒具を特に大切にしたからじゃないかな。ああ、なるほどな。つまり冬の間お世話になった布団に感謝しようってわけだ。で、巫女さんが供養をして最後に川に流すわけか。それが綿流しってわけだろ。でねでね、その供養をする巫女さんの役がリカちゃんなの。リカちゃんが巫女なんだ。言われてみればリカちゃんってどことなく神秘的な雰囲気あるよな。だよね、だよね。リカちゃんの巫女さん姿ってね、はぅー、かわいいんだよ。ようやく話が見えてきたぞ。リカちゃんの言う特訓ってのはこの巫女さん役の練習なわけだな。そういうこと。巫女さんが布団をお祓いする一連のセレモニーを奉納演舞って呼ぶんだけどね、それの練習なんだよ。結構大変なんだな、これが。巫女さんはね、祭事用の大きな鍬を持って演舞をするんだけど、リカちゃんにはすっごく重いらしいの。リカちゃんってちっちゃいもんな。その重いクワってどのくらい重いんだ？かなり重いらしいよ。リカちゃんは餅つき用のキネで練習してるくらいだから。祭事用の神聖なクワだからね、間違って落としちゃったら大変らしいし。まあ年に一度のお勤めだからね、私たちは陰ながら応援するしかないね。大丈夫、去年もちゃんとやり遂げたんだから。そっか、じゃあさ、せめて応援してやろうぜ。それくらいならいいだろう。ほっといてあげなよ。ケイちゃんが来たらリカちゃんは可愛くなっちゃうから特訓ができなくなるよ。リカちゃんはね、努力とかそういうのを人に見せるのが好きじゃないのね。
俺にできるのは成功を祈ることだけってことか。頑張れ、フルデリカ、応援してるから。さらに応援の念波を高めるため、これより瞑想状態に入る。結局寝るわけか。さすがに食いすぎた。午後の授業は答える。ケイチ君、今日はなんだかすごい食欲だったもんね。基本的にいつも大食いだけどさ、今日はなんか格別だったね。昨日は俺昼飯抜きだったろ。そのひもじさが染みついちゃってさ、今度は逆にいくら食っても食欲が底なしっていうか。わかるよわかるよ。しかしケイちゃんってさ、いつもお弁当きれいに食べるよね。ご飯一粒も残さないっていうか。食べ物ってのは作ってくれた人に感謝して食べるもんだぜ。残したら苦労して作ってくれた人に失礼だろ。ケイちゃんってさ、パッと見ワイルドでいい加減そうなんだけど、結構律儀だよね。しつけがいいというか。あ、うん、それはレナも思うな、思うな。ケイチ君って見かけよりずっと優しい人だよ。ことないって。見かけと中身は大違いって、そう言いたいんだよ。それが褒めてねって言ってんだよ。こら、園崎さん、前原くん、授業中ですよ。園崎さんはどこまで進みましたか？ノートを持ってきてください。そこに。さっきから全然進んでないじゃないですか。最上級生なんだからもっとしっかりしないといけませんよ。人は見かけによらないっていうことだね。むしろ見かけとは逆が誠かもしれないよ。面白いこと言うじゃねえか。あの生意気盛りの佐藤も実は見かけとは逆にすげえ塩らしいってのかよ。最近はあんな感じだけど、ちょっと前までは違ったんだよ。すごい甘えん坊で、いつも、さとこちゃんには内緒ね。あのさとこが甘えん坊？おい、さとこ。
お兄様。すまん、さとこ。お前が愛想笑いして近づいてくると、何かの罠のような気がするんだよ。ひどいですわ。お兄様の意地悪。ごめん。別に悪気があったわけじゃないんだ。してなかった？いや、別に全然してないぞ。嘘だ。トゲ付き鉄球に潰されるって顔してたよ。すまん、潮らしい里子の想像ってのはかなり無理がある。今度体調がいい時に再トライしてみるよ。どうだよ、あれも見かけによらないってのかよ。確かにリカちゃんはただ可愛いだけじゃない気がするが、確かに見かけによらないぞ。じゃあなんだよ、あのミオンも見かけによらず実はいいやつだって言いたいのかよ。みーちゃんはいい人だよ。あ、まあそりゃそうだけどさ、そういう意味じゃなくて、そのケイチくんの言いたい意味。わかるよ。
分かるって何がだよ。みーちゃんって不思議でしょ。女の子なんだけど男の子みたいっていうか。あいつが男だったらきっと意気投合するだろうな。で、そりゃ今と同じか。でもね、そんなみーちゃんも本当はすっごく女の子らしいんだよ。レナ、お前ミオにいくらもらったんだよ。話をしてるんだよ。だよ。兄ちゃんは部活の部長さんだからみんなのリーダーとして頑張ってるけど、本当はとっても可愛い女の子なんだよ。それ特に圭一くんには忘れてほしくないな。勉強は小学校までで十分だと思ってんだよ。じゃあさ、レナもってことか。え、何がかな。人は見かけによらないって話、レナもってことになるのか。え、ケイチ君にはレナのことどう見えるかな、かな。逆なのだとしたら？ああ。レナは？うん。レナは？逆になっても、レナだよ。だろ？そんな言い方されちゃったら気になっちゃうよ。ハオ。レナ。ケイちゃん。帰ろ帰ろ。
したの、ケイちゃん。いつも持ってるはずのうちの鍵がないんだよ。参ったな。どこにやっちゃったかな。親はいるから今日はいいけど、まずいよな。それは困るね。忘れてきたの？それとも落としちゃったのかな？ケイちゃん、その鍵の特徴は？うん、キーホルダーがついてる。昔夏休みの宿題で作らされたやつで、青いオットセイなんだよ。あれ？目をつぶった感じでお昼寝してるみたいなやつ。お、なんで知ってるんだよ。そうそう、それだよ。さあ、おとといケイちゃんエンジェルモートに食事に行ったでしょ。その晩さ、お店で鍵の落とし物があったんだよ。それにオットセイのキーホルダーがついてた。あの時に落としちゃったのか。でも見つかってよかったね。お店がきっと預かってくれてるよ。そうだね、行ってみなよ。シオンの顔、私と同じだからわかるでしょ。そうだな、エンジェルモートだっけ。シオンの店に行って鍵を返してもらって、ついでにお茶でも飲んで優雅に過ごすってのも悪くないな。なんだか英国紳士みたいだね。ケイちゃんには似合わないかも。ひょっとしてそのお店かな。みーちゃんの妹の働いてるお店は。ああ、なんならレナも一緒に行くか。ちょっと残念だけど、今日はお父さんと約束があるから、またの機会にするね。双子だそうだけど、そんなにそっくりなのかな。間違えるくらい。ああ、そっくりだ。外見だけはそっくりだ。中身はミオンと違っておしとやかで実に可愛らしいのにな。
やば。にすんだの野郎。くずっちゃねえ。どうしたな。すみません。ついついじゃねえだろ。ケッツやねえかよ、ボケ。おそうハゲたじゃねえかよ。終わり。メガンしたないするつもりじゃ。悪いがてめえなんだぞ、こんなら。黙ってんな、こら。シャッソラ。やかましいよ、クソボケどもが。私の目の黒いうちにうせな。なんだてめえ。もう一度だけ言うよ。ケイちゃん離してとっととうせな。
だこの女が。ミオン、危ないから早く。どこへ連れ。知らんけど、俺はい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 、どうしたのかな、どうしたのかな。あ、おまわりさん、いいところに来ました。恐喝の現行犯です。なこれ、ガキが悪いんだろ。分かったから分かったから、ちょっとおいで。いいからいいから。話せよ。俺らが被害者なんだよ。聞いてんのか、畜生。大丈夫ですか。ご怪我ありませんか。いえ、別に。
それは不幸中の幸いでした。では良いお年を。市民の皆さんの迅速な通報に感謝します。住民の皆さんの連帯のおかげで今日も町の平穏が保たれています。素晴らしいことです。お仕事ご苦労様です、大石刑事殿。住民を代表して日頃の公務に感謝いたします。一課の刑事がわざわざこんなところまでおいでくださるとは光栄の極みです。偶然ですね。県警の帰り道に無線連絡が入りましたね。寄り道したわけです。お仕事頑張ってください。今後のご活躍を切に祈っております。いえいえ。でも怪我人が出なくて本当に良かったです。大石さん、オーケース行きましょう。ではでは、良いお年を。失礼。道を開けてもらえますかな。おっしゃ、一丁上がりだね。おととい来やがれっての。大丈夫かい、前原の坊や。今度からは喧嘩は相手を選んでやりな。別に喧嘩ってわけじゃ。怪我とかしてない？頭とかぶつけてるならレントゲンを取っておいた方がいいわよ。たまたま駅前で人通りの多い時間だったからこれだけ集まれたけど、次からは気をつけるんだよ。最近の町もんは物騒なんだから。いやいや、ケイちゃんもやるじゃない。でも私も相手を選んだ方がいいと思いますけどね。サンキューな、ミオ。助かったよ。だから私、シオン。お姉に聞いてますよ。オットセイの鍵、あれケイちゃんのですって。あ、うん、そうだった。これからお店に行こうとしてたんだった。それで浮かれてて、あんな変なのに絡まれちゃってたんですか。まあ、その、ついてなかったよ。でも、シオンのおかげで助かった。お礼はいらないですよ。だから、ケイちゃんも他の人がいじめられてるのを見つけたら、きっと助けてあげてください。私たち、そういうのをとても大切にするから。
お店行きますよね。疲れちゃっただろうから一服しません？おごりますよ。これおごりのアイスコーヒー、レジでこのチケット渡せば無料になりますからね。でも本当にさ、さっきのは助かったよ。シオンが本当に頼もしく見えた。私だって怖かったですよ。でも他ならぬケイちゃんのピンチだし、勇気出して頑張りましたってことです。シオン、本当にありがとうな。ほらほら、もう元気出してくださいよ。もしも恩義を感じるなら、今度はケイちゃんが他の誰かのために戦ってくださいね。例えば私がピンチになったら、きっと助けに来てくださいよ。ああもちろんだ。約束する。絶対ですからね。ピンチになったらケイちゃんが助けに来てくれるのか。早くピンチにならないかな。あ、やっと笑ってくれた。元気のないケイちゃんなんて偽物もいいとこです。ほら笑って笑って。くすぐったいってば。やべ。あき出たらお腹とか空いてこないです。私お腹空いちゃいましたから、ホットケーキとか食べたいんですけど、けいちゃんも食べます？うまいんだろうな。俺ホットケーキはかなりうるさいぜ。安心してください。うちのホットケーキはかなり評判いいですから。おいおい、そういえばシオン、今バイト中じゃないのか？俺とずっと話をして油売ってていいのかよ。おじさんにね、私が不良に絡まれてるところをケイちゃんが助けてくれたって言ったら、ねぎらってあげろって。だから店長公認で OK です。それ事実と正反対だぞ。いいのかな？全然いいのです。
ケイちゃんってお姉のことを女だと思ってないでしょう。そんなことはないよ。男だったら容赦なくどつき倒してる。ケイちゃんとお姉が仲がいいのってそういうノンセクシャルな関係にあると思うんです。それってなかなかできない羨ましい関係ですよ。言ってる意味がよくわかんないが、まあ確かに女にしとくにはもったいないやつだよな。あ、ケイちゃん、それ男女差別ですよ。例えばですよ。聞いてます？ああ、ごめん。うん、聞いてるよ。例えばですよ。私とお姉が共にピンチで、崖にぶら下がってるとします。ケイちゃんはどっちを助けます？どっちか一人だけですよ。嫌な問題だな。どっちも助けたいけど、それじゃダメなんだろ？ダメです。シオンかミオンのどっちかだけです。どっちですか？お姉じゃないですよね。つまりそういうことなんですよ。お姉はそのつまり、あれ？すみません、なんか自分で言ってて破綻しちゃいました。それよりもさっきのあれ、驚きましたか？そりゃ驚いたよ。レナやサトコが駆けつけてくれるならともかく、あんなに老若男女がいろいろと集まってくるんだからな。あれ全部雛見沢の人なんだろ？ええ、そうです。雛見沢の人はみんな結束してるんですよ。一人の敵は全員の敵。日和見なんか誰もしません。結構頼もしい住民性なんですよ。誰かがいじめられたらみんなで結束してやっつけるわけか。なんだかマフィアとかヤクザみたいな結束だな。そんなこと言っちゃダメですよ。とてもありがたいことなんですから。ケイちゃんもそれに助けられたんですよ。感謝の気持ちを忘れないように。
日南沢の人たちって本当に仲が良くて結束してるんだな。昔からの伝統かな。南沢って昔からいろいろと敗走の危機に遭うんですよね。その度に結束して戦って存続を勝ち取ってきたっていう歴史があるんですよ。例えばケイちゃん、ひなみざわダム計画って知ってます？10年くらい前にね、突然ここにダムができて、ひなみざわが丸ごと水没するって話になったんですよ。あ、そんな話、親父かなんかに聞いたことがあるような。でもそれって、確か中止になったんだろ？中止にさせたんですよ、みんなで団結して。だからこれは戦って勝ち取った勝利なんです。ダムの話そのものは私が生まれる前からあったらしいんです。最初は候補地調査とか砂防のための小さいダムとか、そんな程度の話だったんですよ。土地の買収なんていうお金の問題のうちは可愛かったんです。そのうち土地の強制収与をちらつかせるようになりましてね。その頃からです。機動隊とかの暴力行為が目立ち始めたのは。機動隊って警察だろ？暴力行為なんてするのかよ。殴りますよ、蹴りますよ。私も殴られたことありますし、この辺だったかな。皮が切れちゃったみたいで血がすごい出ました。警察とかには？うちのバッチャ、烈火のごとく怒り狂いましてね。それからがすごかった。もう全面戦争ですよ。こっちも座り込みで訴えるなんて生っちょろいことなんかしません。ガンガン攻めました。
私たちにできることなら何でもしました。村全部が一丸になって戦ったんです。あの時は必死だったけど、終わった今となってはいい思い出かな。村人たちの連帯感や団結心は今でも消えていないんです。そういう連帯感っていいよな。なかなかないことだよ。世代を超えて地域で団結できるなんて。私もそう思います。ダム計画は試練だったけど、それを乗り越えて得たものはとても大きいと思いますよ。反対運動の時、雛見沢にいなかったから村人たちの連帯感を実感できないかもしれないけど、みんなにはあるの。しっかりと。それはたとえ引っ越してきたばかりのケイちゃんに対してもね。園崎さん、店長がホール入ってほしいそうです。あ、はい、今入ります。すみません、もう仕事しないとまずいみたいです。いいよいいよ、付き合ってくれてありがとな。楽しかったよ。あ、帰っちゃいます？まあな。飯の時間には戻らないとお袋がうるさいし。チケットで払えばホットケーキ代も大丈夫ですから。便利でしょ。お給料の他にもらえるボーナスチケットなんですよ。いいよ、ホットケーキ代くらい払えるよ。おやおや、遠慮するなんてケイちゃんらしくないですよ。私がお姉だったら喜んでおごられるくせに。園崎さん、すみません、レジ入ってください。あ、はい、今すぐ。なあミオン、今日は本当にありがとうな。この恩は忘れないよ。そう思うならきっと返してください。楽しみにしてますから。
かバカ、東京タワーの方が高いに決まってるだろう。あよ、園崎ミオンか。もしもし、今から部活の野戦ってのは却下だぞ。え、じゃなくて、その…ごめん、ひょっとしてミオンじゃなくてシオンか。そうです。どうもこんばんは。夜分遅くにすみません。いや別にいいよ。それより何の用だい？ケイちゃんはケーキとかデザートとか甘いものは好きですか？ならよかったです。実はですね、夏の新デザートコンテストってのがありまして。エンジェルモートのデザートはかなり評判いいんですよ。モニターの募集もかなり倍率高いんです。それで担当職人の話、じゃーん。じゃーんと言われても見えないからわからないけど、ひょっとして。そうです、そのモニターチケットがここにあるってわけです。もしも甘いものが嫌いじゃないならいかがですか？いかがですかって、つまりなんだよ。そのチケットで俺が新デザートを食い放題って、そういうわけなのか？OK なら、モニター当選者の末番に名前を書いておきますね。明日お店に来たら、係の者に名前を言ってください。それで万事 OK ですから。万事 OK って、それで食べ放題なのか？無料なのか？ええ、無料です。結構ありますから、お腹を空かせてくることをおすすめします。はいはい、ケイちゃんの考えてることは分かってますよ。こんな美味しい話があるわけないって思ってるんでしょ？ギク、いや、そんなことは全然。お姉から聞いてますけど、つくづく嘘のつけない人なんですね。私、そういうの嫌いじゃないです。心ってわけじゃないんですけど、実は私、明日はちょっとバイトしたらすぐに終わりなんです。もしもご迷惑じゃなかったら、その後ちょっとご一緒してもらってもいいかなって思いまして。へえー、
明日のバイトはすぐ終わっちゃうんだ。はい、だからケイちゃんがデザート食べながらのんびりしてるうちに終わっちゃうんです。まあ俺も特に用事はないし、多少付き合うくらいなら構わないよ。別にどこかに行くわけでもないです。夕涼みしながらお散歩でもできたらなって思ってるだけですから。そういえばケイちゃんと私ってなんだか毎日会ってますよね。言われてみればそうだな。でも OK してもらえたおかげでまた明日も会える口実を作ることができました。ケイちゃん、なんだか声が裏返ってます。どうしたんでしょうね。じゃあ明日きっと来てくださいね。それじゃあこれで失礼します。おやすみなさい。ま、おやすみ。シオンに世話になってばかりだよな。